ばんは。今日はワールドカップベスト 16、これを勝てばベスト8進出ということで、大一番の試合になりました。ケイスケモンがいます。解説応援で勝ってベスト8、新しい景色を見ます。ます。本田もいます。本田もいます。エスパルスも見守ってます。スタート。スタート。前から行く。いいの。ミスった。意外とプレスが拾うな。眠りました。眠りやすさ。1メモリ53秒でもうメモリしました。セットプレー2回目よ。もう入るちゃうもん。いきなり谷口決めてほしいな、ね、なんか結構嫌な感じだよ、今までよりも。なんか、いける、よし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 、落ち着け落ち着け。いいボール。イエーイ。大善だ。でも得意な感じだよね。大善喜ぶの早っ。やばい。いやまあでも反応は早いんだよね、球に対しての。また。長友とまた三笘帰ってさらに点取ってくる気がする。うん、とりあえずまだ動かないかな。後半スタート。スタート。選手交代なし。なし。やられた。ドンピシャヘッド。うん。あもう高さで全然勝てない。うわ結構距離あるけど、ね。うん。うわー三笘いける。左左。うわー切られた。延長戦制。延長戦だ。早い。始まった。延長スタートです。具合悪い。ほんまや。まあ楽じゃないよね、ベスト8は。モドリッチ下げます。モドリッチってあのあれに似てるよ、パイレーツオブカリビアンの時。うわちょっといい。うわ折り返したとこまで。延長の後半スタート。スタート。やだ。ボンダのパンチング、ね、PK 戦になっちゃいました。 PK 戦南野じゃん。南野か。しかも先行なの。うわ次外した場合だわ。うん。三笘はいけそうだけど。うわ。もうメンタルが。うん。泣いちゃう。なんであんなさみんな甘いコースしか蹴れないんだろう。いやーマジもったいない。スペインとドイツに勝ってここまで来たのに。ということで日本のワールドカップは終わりました。終わりました。なんかこんな辛いならもう見たくない私。いや優勝しないチームは全部敗退するからさ、いつかは悲しい時が来るんだけどさ、もうここまでさ、ちょっとベスト8見えててさ、ほんとこれ負けちゃうのは悔しいよね。
った。もうこれ何回見てんのよって感じだよね。でも、でもやっぱ世界を知ってるチームは強いわ。こういう時のメンタルも。また4年後だ。4年後アメリカ行こうな。行こうな。